ラストシーンが衝撃的だったのは、NHK 大河ドラマ、光る君への第15回、おごれる者たち、4月14日放送、出会った。真宙、吉高由里子、紫式部のこと、笹は、野村真澄、遠江、滋賀県、の石山寺へもう出た帰り道、川辺に降りてみると、川べりにはたくさんの遺体が転がっていた。第16回、 花の影、4月21日放送。では、疫病の正体が描かれる。真宙は以前、文字を教えた種、竹沢咲子、という少女から、両親が救護施設である秘伝院に行ったきり帰らないと伝えられる。そこで、秘伝院へ赴くと、そこでは多数の疫病患者が苦しんでおり、真宙も感染してしまう。 無論、真広はここで命を落としはしないが、平安時代には、疫病すなわち感染症は死の病だった。戦乱こそ比較的少なかったこの時代だが、疫病は繰り返し流行し、人々の命を奪った。現在、光る君へで描かれているのは省略5年、994、のことで、映画物語にはこの年の最初の記事に、 次のように書かれている。いかなるにか今年世の中騒がしゆ、春よりはずらふ人々多く、道王子にも由々しき者ども多かりどうしたことか、この年は世の中が騒然として、春から病に倒れる人が多く、都の王子にも忌まわしいもの、つまり遺体があふれている。もがさ、逃走と呼ばれたこの疫病は、昭和52年、1977。 日球上から根絶された天然灯だと考えられている。昭暦4年、993、に九州で流行し始め、同5年4月頃から京都でも消結を極めた。日本略期、7月上には、京市の死者半ばにかぐる。5位以上67人なり、京都では人口の半分が死亡し、 5位以上の貴族だけでも67人が命を失った、と記されている。当時は感染症についての知識など皆無だから、対策といっても火事祈祷くらいしかなかった。疫病は猛威をフルーに任され、この時は都のあらゆる路頭に死体が転がっていたと記録されている。その上、掘り水も死体で塞がったためかき流す措置が取られ、 犬やカラスは死体の食べ過ぎで放食状態だったと伝わる。